しみ。うん。ひら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 。うん。いらっしゃいませ。です。現在地一番上の、なんだ奥千本で太い道で降りてきます。で2番っていうところを通って、うん、2番。見まくり。まあいいや、どんどんやな。で上千本と中千本と下千本。で吉野駅まで歩いて、ここがだいたい3時間かかるということで、じゃあこの道行けばいいかな。はい、じゃあ行きましょう。止めるところがありますよ。あんまりこういうの推奨できます。では、お弁当食べに行きましょうか。もう一息歩きましょう。高木山展望台に登っております。はい、1分も歩くと、ハーハーです。還暦 YouTuber、今日も終了。はい、楓、桜。はい、楓です。秋も良さげです。よし、展望台行ったら弁当食べよう。なんだっけ、高木山か、休憩所来ました。お、景色がいいよ。お、すごいすごい。よし、よし、弁当食べよう。座るところもないか。よいしょ。おお、桜、ちょっと散っちゃったけど、葉っぱ出てきてるけど、まあそれなりに綺麗ですよ。あの辺の、ね、街が見えるし、いいね。ここが一番見晴らしがいいというところね。高野山じゃなくて、吉野山でね、すぐ間違えるね。もうね、全く記憶のできない還暦YouTuber ゴロゴロです。なんでこう、さあどこだったでしょう、ここは。さあ高野山ですよね。何言ってまんねん。吉野山で決まってるでしょ、この景色は。PK所でお昼ご飯です、ね。持ってきたコンビニで買ったおにぎり、もうぺちゃんこです。はい。ね。はい、スケルト三色団子はい、食べます。はい、この眺めで給食です。はい、後ろの桜で三色団子食べましょう。はい、風がひら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 とひら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 桜舞い散る。すごいね。よしの。はい。風が吹いてきてひらひらと。今上千本、上千本の。そこは水切り、なんだっけ、なんとか見まくり神社の、三雲神社の下を下ってます。見事な桜やん、これしだれ桜か。はい、ね、これは桜じゃないけど、なんか桜っぽいやつあるね。桜なのこれは。ああ、見事だね。下原や、見事ですよ。
来た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 、花吹雪。はい、花屋展望台。これはあの花見にいいね。花屋倉展望台。おーすごいね、すごいな、眺めいいね。へえ、これは素晴らしいとこだね。展望台、展望台。あそこが曇り、サブローがね、さっきの茶屋さんのすぐ上、上にあります。立派な金だね。あの清香さんの金と押してもらいます。このお茶屋さんの ねすぐ真上にあります。サブローガネっていうのね。サブローガネだね。ちょっとなんか言われが、なんか知りませんが、なんかあるんだろうね。こういう感じね。はい、キュッ、花びらが、ほら、こけとふーっとひらひらしてきて、ね、だね。はい、ツツジの仲間か。ほんだらツツジ、花はツツジだね。はい、はい、上千本を下っております。この歩く通りのところからがやっぱり結構、ね、そうだな。まあいいや、こっち近い。よし、上千本の風景ね、ここからが綺麗に見えるところ。うん、ちょっとね、もう満開終わっちゃったもんでね、ちょっと寂しいけど、ね、でも葉っぱが綺麗な、ね、いい眺めです。うん、でどこまで、ここも桜だけどもうちょ葉っぱになっちゃったね。うん、いい眺めやね。うん、本当にいいところだね。はい、桜散った後の、ね、吉野山桜チリチリチリやってまいりました。ここで行く、なかなかまとまりません。お粗末でずっとこう歩いてきましたけどね。上千本満開だったらまあ見事ですわ。これはね、なんか歌ってますよ、よっちゃんが。満開だと本当にすごい。あ、チルチル、花びらが、おおおお、チルチルチル、おお、すごいすごいすごい。おお、桜が、桜舞い散る。いいじゃない。写真だけ撮っとくわ。一応撮っとく。写真撮ったらいいか。うん、you
在地ここって書いてあるね、中千本のど真ん中にあるんだな、うん、そういうことでね、だいぶ歩いてきました。半分今日もういよいよ、あとはなだらかなところっぽい ね、 そうだ ね、 ね、この銀座通り吉野山銀座通り、よしもう急なところは終わったな。そうだね、よしじゃあ行きましょう。一番のお店があるとかね、お店いっぱいあるね、どっかで休憩していきたいね。ここから歩行者天国ね、うん、そうだね、はい、さって神社、どうぞ。千本吉水神社後醍醐天皇の見えたところ、はい、これぞ吉野の桜、満開は終わっちまったもんだからもうちょっとこれですけど、とりあえずね、それでもいいけどね、なんか、うん、あ、赤い葉っぱが赤いからね、で、ピークはここに写真があるからこんな感じになるらしいです、ね、こんな感じで、ちょっともやかかるとこんな感じでね、でここは今4月の7日8日か、2021年4月8日の午後2時か3時、ね、吉水神社に今おります、ね、後醍醐天皇が見えた、南朝の天皇さんが見えましたところ今お参りしてきました。でここ 一目千歩、ここが一番素晴らしいところ、すごいです、すごい眺めです、素晴らしいです、はい、ね、ここが中千本の真ん中ぐらいか、そうだね、下千本か、中千本真ん中とかね、あ、そうか、上見てるわけね、あの一番上の方から歩いて降りてきたんだね、はい、ということでした。こんなところです、高野山の壇上からみたいね、壇上からじゃありませんよ、ここは高野山じゃなくて吉野山です、金峰山寺、金峰山寺、うんうん、長野の善光寺みたいね、こんな山の中に立派なもの建てるね、すごいね、お立派立派、ここから眺めがいいか、ここから眺めがいいじゃん、ここからの眺めも素晴らしいですよ、一貫受付、うん、前で咲いたらすごい綺麗だね、綺麗な来たよ、ね、ここでね、茶店のところでね、桜散っちゃいましたが、レシートのお返しです。ありがとうございます。こういう感じね。まあ、これも入れて。こういう感じ。はい、ありがとう。ロマン最後の門。サイドの門。ここはこんな感じで、うん、あ、まだお店で、まだまだね、黒門、一応お
寺関係は最後なんだね。そう、もう聞いてるんだけど、さっきの大きなお寺の総合。ケーブルカーのあたりが、あ、これケーブルカーの乗り口や。これが下千本のあたりね。どうする、乗っていく？あ、そういうことか。右がこっち。よし、行こう。はい。よし。よいしょ。はい。真ん中の階段からどうぞ。何分と何分で？もう間もなく出ます。もう、あ、出るんだ。もう出るんだ。今出て、待っとる。はいはい。吉野駅帰ってまいりました。ケーブルカーで急ぎ降りてきましたよ。はい。海屋さんね。近鉄の帰りは7分と37分の1時間に2本しかないから。じゃあ7分乗ろう。ケーブルのつなぐともまあまあ良かったね。そうだね。臨時トイレも出てるし。はい。大和上市180円かな。はい、はい、行きましょう。2駅乗るだけで。はい、吉野上市か、何て読むか知りませんが帰ってまいりました。はい、よし、じゃあバネットバン車のとこ行きましょう。もうや、駅員さんいない、無人駅だ。これまた今日乗れるよ。ああ、これちょっとあの記念で持って帰ろうか。あ、そうしようか。下降りてか、気分がいいで。よし、そうしよう。本当に上上がるけど。で、ここ降りていきましょう。はい、河川敷、なんとかなんとかなんとかパーク。実はフィールドパーク。この降りたすぐのところに車乗っけとくと3、4分近くなるね、駅までね。完成です。はい、帰ってまいりました。なんとかパーク河川敷無料駐車場帰ってまいりました。駅のコインパーク24時間300円だったからね、あそこもおすすめですね。駅近い、こんだけ歩かんでいいから。でもまあ7、8分だからね、ここまで歩いても。よし、じゃあ温泉の支度していこうか。今日はね、ちょっと時間が来ちゃったもんで、もう4時半だから。あの昨日泊まった大牟田道の駅、大牟田か、大牟田違う、なんだっけ、忘れた、なんとかっていう道の駅で、温泉がすぐ近くにあるので、うだじ。で、そこの温泉が割と道の駅からね、歩いて、まあ、ここ7、8分、10分かからないようなところだから、またね。今日はそこで、食堂入って、一杯やって、ね、うん、すぐ近くだから、そこ行くことにしました。いきなりあれだな、もう帰れへん。28度な、ここでな、これぐらいじゃないかな、それぐらいに。宇田地大宇田道の駅2泊目臨時でしてしまいました。はい、お世話になりました。今日はいい天気です。じゃあこれから東大寺の方をちょっと見て名古屋に帰ります。ではでは。お店早くね。ひら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 、うん、行く。
いらっしゃいませ。